一撃は波状の鉄槌。立ち塞がるのならその守りごと両断する。待ちかねたぞセイバー。ここに来たということは我が軍門に下る気になったということ。それも当然か。聖杯はすでに俺のもの。奇跡を欲するのなら俺の奇跡になる他はないのだからな。いいえ、私は恩を破るために来たのです。英雄、我が剣は我が主のものであり、私の願いは聖杯にかけるものではなかった。もしや俺の聞き間違いか。今のものにまるで俺など眼中にないと聞こえたが。その通りだ英雄王。私はあなたには従わないし、聖杯も必要としない。私の人生は間違いではなかったと、全てをかけて教えてくれた主がいる。その主が言ってくれたのだ、聖杯を壊そうと。人の夢は人の手で叶えるべきだとな。これはなんという滑稽さだ。騎士の王が道化になり下がるとは、ますますもって許しがたい。いいだろう、セイバー。まずは力ずくだ。その盆土に染まった心から、きつくしつけ直してやろう。幻想とやら、現世で地獄に叶うかどうか試してみるがいい。私有を決するぞ、英雄を。ラウンド1。私は英霊ではなくなりましたが、初めからその必要もなかったのです。王は国を守った。ただ国は王を守らなかった。まったく、そんな当たり前のことをどうして気づかなかったのでしょうね。しろ、体が透ける。聖杯の恩恵もなくなった。これでようやく私はあの丘に戻れる。最後にあなたに心からの感謝と、ありったけの信頼。私が気づこうとしたものは理想郷には程遠く、万人を救うことはできませんでしたが、それでも胸を張れるものだったとあなたは伝えてくれます。Thank you.